どうも。タイの代表の選手って夏場にヘルメットかぶって自転車通学する中学生っぽいよね。でおなじみレオザフットボールでーす。さあ始まりました、トークザフットボール。今日も楽しくサッカーの話していきたいと思います。皆さん昨日の日本対タイの、アジアワールドカップ、アジアワールドカップじゃない、ロシアワールドカップのアジア最終予選、ご覧になっていただけましたでしょうか。どの立場だっていう話ですけどね。まあ 2-0 で勝ってよかったんですけれども、今回はですねやっぱりそういうね大事な試合の後ということで、動画を2本立てにしまして、1本目この動画はですね、選手個人だったり監督だったり、そのね一人一人に対することにこうねスポットライト当てて話していって、それで後半の動画はですねいつもみたいにチームの修正点ですとか、今後こうしていったらいいとか、そういった話をですね、中心にやっていきたいと思いますので、日本どちらも、お付き合いください。皆さん見られててこの選手いいとかこの選手悪いとか、やっぱ人によってですね評価ってかなりばらつきがあると思うんですよ。どちらとしてもですねやっぱあこの人はそういう風に見てんだですとか、あ僕とここ一緒だ、僕とここ違うとかですね、コメントいただければ嬉しいなっていう風に、思います。というわけで行ってみましょう。まずは、ゴールキーパーの西川選手ですね。これですね動画の方僕ね録画してないんで、この、西川選手のね細かいポジション取りだったりですとか、そういうところのね技術を見返せないのが、まあ、ちょっと悔しいところなんですけれども、ただですねあのボール回しの部分だったりとか、キーパーのところに戻ってきたボールとか、すごい落ち着いた処理してたと思います。正直ですねあの豪徳選手からの、バックパスといいますか、あそこのねお見合いになっちゃったあの処理の場面、あそこはですねレッドカードだった場面だと思います。まあ、審判がですねアンチ日本なんじゃないかという話があったんですけど、あ単純にレベル低かったんだっていうのがね、分かったシーンの一つだというふうに思うんですけれども、まあそういうところでですね危ない部分ありつつもね、あの1対1のシュートを防いでくれましたしね、1個ねロングキックでちょっとね精度悪いのあったんですけど、ただそれ以外のねショートパスのつなぎとかで、まあ現代サッカーっぽいゴールキーパーだなっていうふうに思いました。よく言われるのがねハイボールの処理だったりですとか、あとこの間のフリーキックの時のねあの反応ですとか、そういうところのね能力に疑問をぶつける方いるんですけども、今回の試合に関してはですねあの1点を防いだだけでも MVP 級の活躍だというふうに思いました。そして続いて吉田麻也選手ですね。ポジショニングで、ピンチ救ってくれてたと思います。川選手の1対1の場面も吉田選手が相手の、左側からこう詰めたことがプレッシャーになったと思いますし、それだけ相手のですねコースを切ったっていうふうに、なるのかなっていうふうに思いまして、ただあの場面でもですね一つ注文をつけるとしたら、後ろから足を思いっきり刈ってるんですよね。なんであれはですね前回の審判だったらイエローカード、レッドカード、まあレッドはないか PK なんで、なんでイエローカードを出されてもですね、仕方ないような場面だと思いますしね、あそこでも打たれちゃったらおしまいなわけですから、なんでキーパーもいるわけですしね、なんでですねあそこあの位置までも、詰めたらそこからはですね無駄なファールをしないようにしてほしいと思いますし、先ほど言ったようにですねポジショニングだったりとか、あそこのねカバーリングであの出足よくねボール奪って、まあその後怪我なのかとかなったシーンありましたけれども、そういうところでねポジショニングだったり出足とかでいい部分あったんですけど、その後の処理がやっぱり雑なんですよね。こう味方に渡ればいいやみたいな、ヘディングのクリアもそうですし、味方の位置から自陣の深い位置からのクリアボールとかもですねすごい雑に蹴って、クリアが小さくて相手ボールになってしまって、2回目のチャンス作られるみたいな、端を攻撃されるみたいなねシーンもありましたんで、なんでそういうところをねポジショニングが良かったりカバーリングが良かったりとか、そこのセンスがあるのはですね、前回の試合でも分かってることなんで、その後の処理ですよね。ボール奪った後に味方につなげる能力、そういうところを身につけてくださったらもうちょっとね安心して見れるかなというふうに思いました。で続いて、森重選手ですね。僕森重選手はですねロングパスの時にシェアしてくれる能力とかそういうところですごい好きなんですけれども、ただ今回はですねその失点につながりかけたあの曖昧なパスと、その後のですね寄せに行くのか、それとも引いて自陣って言いますか持ち場に戻るのかっていうところですごい曖昧な、動き方をしてしまって、そこからね森重選手が開けたスペースのところから使われてしまいましたんで、ああいうところのね判断能力必要だと思います。それがですねやっぱその判断能力、とっさの判断っていうのがゴール前にも出てると思いまして、ゴール前でねぐちゃぐちゃなって入んないシーンあったと思うんですけど、その時のね、最初のシュートが森重選手でして、よく見たらそこでねあのヒールで裏で待ってた多分あれ原口選手だと思うんですけど、浅野選手かな、ちょっとね今回ねカメラがやっぱりかなり引き気味だったらしくて、選手一人一人の判別が、うちのテレビそんな大きくないんで ねそんな大きくないってちょっと見え張りましたけど、ちっちゃいんでねなんて分かんなかったんですけどね、そういうところで、もうちょっと周りのフリーの選手って言いますか、シュートコース空いてる選手に、譲れたらいいと思いましたし、あのゴール前でねこぼれ球で、押し込める場面とかもキーパーの正面
ね蹴っちゃってたりしますんで、あそこにいるんだったらもうちょっとゴール前での落ち着き欲しいなっていう風に、思ってしまいました。でこの2人に関してのことなんですけれど、やっぱりですねセンターバック2人の距離が近すぎる時があるんですね。センターバック2人の距離が近いところに長谷部選手が降りてきて、ひどい時にはね両ボランチとも降りてきてね、相手のですねフォワードがプレスかけてないのに後ろから組み立てる人間が多いせいでね、あの前線との距離が開いたりですとか、前にですね欲しい人数がいないみたいな状況がありまして、あそこですね例えば2トップに対する対策だったらセンターバックが開いてですねその間に長谷部選手が降りてきた方がいいと思うんですよ。それなんでかと言いますと、センターバックが開くことによってサイドバックとの距離が縮まりますよね。でサイドバックは、適度な距離でそこをですね前に上がることによって、今度は前の選手がですねその本田だったり原口選手が中に入ってって、サイドバックとセンターバックの間から飛び出してったりとか、そこでゲームメイクしたりとか高い位置でね、そういうのができるようになりまし、そういうことができるようになりますんで、そういうところはヨーロッパのサッカー、取り入れていいと思います。長谷部選手がその場のねアドリブでちょっとボール受けたりですとか、センターバックのサイドバックの間にね降りてったりとか、そういうことがありましたんで、この吉田選手と森重選手のこのゲームメイク時のポジショニング、守備の時はいいんですよ、中ゴキュって絞んないとですねカウンターって言いますかね、スペース空きすぎてやばいですから。ただですね攻撃の時にここの距離感がですね狭すぎてですね効果的じゃないっていう風に思いました。続いていきましょう、酒井宏樹選手。一番もう絶叫してしまった感じなんですけど、ポジショニングと運動量でして、特に運動量最後ねヘロヘロになってて、右サイドでもうね足にね力が入ってない状態でボール当たった時のミスみたいなのも、ありましたけれども、やっぱそういうところですごく不安で、僕は一番ね、変えてほしいポジションでした。でね上がるタイミングの遅さだったりね、そのいるポジショニングが曖昧だったりとかしてね、再度、横幅攻撃の時に作れてないところがありまして、なんでですね本田選手が後ろからボール受ける時にちらっとですね酒井選手の方を見て、上がってきてんのかどうなのかな、なのかここ上がるようなアイコンタクトなのかは、まあ選手同士にしか分かんないですけど、そういうシーンがですね2回ぐらいありまして、まあそういうところでですね酒井宏樹選手もうちょっと物足りないなっていうふうに思ったりですとか、あと本田選手がですねこう前に仕掛ける時にですね、やっぱ左利きの選手で中入っていきたいじゃないですか。で相手2人ぐらいつくんで、やっぱ中の方にドリブルしていくときにですね、やっぱり外側オーバーラップするか、そうじゃないとしても適度な距離感を保って本田選手が取られた場合に2個目のプレスいけるようにしてほしいんですよね。そこでですね山口選手も酒井選手もどっちも押し上げてないせいで、本田選手が取られた後に簡単に相手ボールになるみたいなシーンがありまして、そういうところでですねやっぱり酒井宏樹選手、出会ってきた指導者がなっていう、指導者いい指導者にさえ会ってくればこれはなっていう、これからもしかしたら会うかもしんないですけれども、そういうところでちょっと残念だなっていうふうに思いました。ただですねこの悪いとこばっかりじゃなく、酒井宏樹選手の場合やっぱヘディング強いですよね。なのでこれから日本代表、ウッチーが復帰するまでは酒井宏樹選手がですね、大外上がってってそこにクロスで、それを折り返したところを、まあ、そこでね本田選手シュートが弱かったり精度悪かったりっていうことがあるんですけれども、そこはですね他の国のサイドバックにもですねなかなか見られない武器だというふうに思いました。で逆サイドの豪徳選手、こっちは逆にですねプレーに迷いがなくなってる感じがしましたね。上がってほしいってところですごい上がってる感じがしまして、すごい良かったと思います。またですね宇佐美選手が入ってきた後に、宇佐美選手が外からドリブル仕掛けるときにですね中をオーバーラップしてって、それで相手のですね、中の選手を引きつけて空いたスペースを宇佐美選手がカットインしてシュートみたいなシーンがありましたんで、外と中をねこう使い分けれるようになってったらねもっといいなっていうふうに思いましたね、外ばっかりじゃなくて。ただですねやっぱ守備で最悪な部分がありまして、先ほど言ったようにですね森重選手の判断ミスから、ボールを奪われまして、でそこからですね森重選手がいたスペースに対して、タイの10番がですねボールをなんとか無理な体勢から出すんですよ。そこでですね豪徳選手はですね戻んなくていいやみたいな感じで、大丈夫だろうみたいな感じで歩いちゃってるんですね。なんでそのせいで裏を取られて、まあ吉田麻也選手がいいポジショニングしてたから大丈夫だったみたいなことがありまして、ああいうところで1回の油断が命取りになるっていうのはですね、岡田監督もですね常々言ってまして、ワールドカップに行くときにメンバーに見せたビデオで、これ戦術のせいかと、こいつが1回サボったからこうなっただろうっていう話をしているっていう、してたっていう話があるんで、豪徳選手そのビデオのねワンシーンに使われるような今回プレーでしたので、あそこの油断ね、しないでほしいなっていうふうに思いました。続いて長谷部選手、やはりバランス感覚とね戦術実行力素晴らしいと思います。特に長谷部選手が常にですね前がかりになるチームの中でこう下がりすぎず押し上げすぎずでいいところを取ってたと思います。ただ長谷部選手の場合縦パスのタイミングと精度ですね、まあ元
とね、そこのね、ロングレンジのパスで見せるみたいな選手じゃないんで、大変かもしれないですけど、ただその中でもですね、それを、監督の戦術なんでね、実行しようとして、常に裏を狙ったりとか、そういうパスをしたのが、浅野選手のゴールに繋がったと思いますんで、良かったと思います。ただですね、皆さんも気になってる通り、まあ、パスミスだったり、そういうボンミスに関してなんですけれども、それは確かにね、あの位置の選手がパスミスだったり、ボンミス良くないのは、わかりますし、僕もそう思うんですよ。ただ、たくさん試合視察してですね、その中で、練習まで呼んで、一番ですね安定感があるっていう風に判断したボランチが長谷部だと思うんですよね、ハリルホジッチが。そうなるとそれが日本の現状っていうことで、まあ、あの戦術理解力実行力チームをまとめる力だったりとか、そういうところをですね、加味した上で、なおかつ、パスとかもですね、あのボコボコのピッチの状態でいいパスを通せる選手って誰なんだって言ったら日本にいないと思うんですよ。そうなるとあそこに長谷部を選ぶのは、まあ、ベストな選択肢だと思いますんで、総合力で長谷部選手を上回る日本人選手が、出てくるまで長谷部選手なのは、ベストな考え方だと思いますし、そういう選手が出てきてほしいなというふうに思いました。山口選手ですね、やはり刈り取る力、ボールを刈り取る力は日本代表の中で抜けてるというふうに思います。ただですね、攻撃の時に狭いスペースから逃げすぎる傾向がありまして、そこでですね、これからね、タイっていうプレッシャーが弱い相手の中でああなっちゃってましたから、これから強豪国と当たってくるとより逃げたりですとか、逆に逃げた場所でも囲まれるんでね、強いところだとサイドとかで、なんでですね、そういうところで、山口選手、強いところと当たると、攻撃面での厳しさが出てくるかなというふうに思っちゃいました。ゲームメイクの時の距離感もね、近づきすぎたり遠すぎたりとかね、そこの距離感良くなかったりとかしますし、なんで先ほど言ったように押し上げだったりとか、ゲームメイクの時の距離感だったり、こういうところがですね、ハリルホジッチが、海外で学んできてほしかったところ、わざわざね会いに行ってドイツでレギュラー取ってほしいっていうふうに言うぐらいのところだったと思うんですね。で、続いて本田選手、やっぱアジアでは空中戦強いなっていうふうに思ったのと、あとやっぱりですね、先ほどちょっと言ったように酒井宏樹選手との関係性ですね、自分が中に入ってきた時に上がってほしいところで上がってきてなかったりですとか、そこはですね、相談で、なんとかできないのかなというふうに思いますね。こういう時上がってほしい、こういう時はバランス取ってほしいとか、自分が中に入っていった時にスペースあったらどんどん上がんなきゃダメだとか、そういう話をですね、していくべきだと思いますし、あとですね、寄せの甘さ気になりましたね。確かに寄せには行ってるんですけど、足出してないんですよ、本田選手。やっぱりですね、足出してボールをですね、こう奪い合いになった時に、本当体入れるだけじゃなくて、そこでね、なんとかボールをですね、こうすくい取るようにしないと、ファビオ・カンナバーロとか絶対そうやって取りますからね。なんでそういうところで、まあ、ファビオ・カンナバーロと比べるっていうよりも、そのですね、石を見せるかどうかによってですね、相手にとって、こいつは本当に取ってくるやつかどうかっていう怖さが全然違ってくるんで、本田選手、ミランの時みたいに頑張ってほしいなっていうふうに思います。でですね、本田選手、動き重いですとか、なんかキープできないとかいうふうに言われてますけど、あんなもんです今ね。日本代表の試合ね、昔から見てて、ワールドカップとかのね、南アフリカのいい時期見てた人はちょっと物足りなく感じるかもしれないですけど、ミランで右サイドやってる時もあんなもんですし、本田選手に縦の突破だったりとかスピード面とか期待せずに、本田選手の特徴はあのまんまなんで、あれを使ってるハリルホジッチのことをちょっといろいろ言った方がいいなっていうふうに思います。香川選手、こちらですね、ピッチの悪さからかミスがすごく目立ちましたね。そんな中でもですね、要所要所に光るプレーはあったんで、そこまで酷評されるほどではないかなって僕思ってるんですけど、ただやっぱり香川選手ね、ドルトムントでエースなんで、日本の10番なんで、そんだけ言われても仕方ないなって思いますし、中央にこだわりすぎて選択肢をすごいチームとしても狭めてたっていうふうに思いますね。特にね、ツイキャス中に僕がね、もうボロクソ言っちゃった中央をね、持ち上がる原口選手と並走したシーン、あそこなんかね、縦にって言われすぎて縦に行かなきゃって思ったらああなっちゃったと思うんですけど、あそこでですね、普段の香川選手っていうかね、臨機応変さがあったら外にね、特にね、別に苦手じゃない左サイドに流れることできたと思うんですけど、それできなくなってるのがやっぱ監督に言われてる縦の意識が強すぎてなのかなっていうふうに思いますし、ね、岡田監督も言ってましたけど、香川選手はね、ある程度自由にさせなきゃいけないっていう話をしてまして、ね、トゥエル監督がね、就任していろいろガミガミ言われてきついみたいなことをね、兄に言ってたこともありましたんで、なんでハリルホジッチのね、このね、勝利に向かって頑張りすぎるそのね、姿勢とかが香川選手とかにはね、ちょっと悪い影響出てんのかなっていうふうに思います。あとですね、ワントップの浅野選手と一緒に下がりに降りてきちゃったりとか、一緒に上がっちゃったりとかするんで、ここでですね、この縦の関係、浅野選手が降りてきてできたスペースに斜めに入ってって、裏からのボール受けるとか、そういうのはですね、これからの連携だと思うんですけど、そこうまくできてったらなっていうふうに思いました。でですね、そんな香川選手を
目いっぱいフォローするとしたら、もう香川選手は自分で言えないんで、目いっぱいフォローするとしたら周りのレベルだと思います。香川選手ですね、背負ってキープできるみたいなタイプじゃないんで、やっぱりですね、足元でちょこちょこってやってるうちに周りがフリーになってあげなきゃいけないというふうに思うんですよ。そういうシーン結構あったと思うんで見返してほしいんですけどね、サイドバックの上がりでしたりとか、ウイングの選手が入ってくるタイミングだったりですとか、そういうところですね、香川が普段ドルトムントでやってるタイミングより1テンポ遅いのか、まあ悪いピッチもありますんでね。なんでそういうですね、負の要素がいろいろ連鎖して、監督の要求、周りのレベル、ピッチっていういろんな負の要素が連鎖して、これ香川自体が言ってたらクソ言い訳だなっていう風になりますけれども、まあ僕から見たらここの部分大きいんじゃないかなって思いまして、まあ今回の試合に関しては僕は変えてほしいって思ってましたけれども、香川を、弁護するとしたらそこになります。原口選手ですね、キック精度に関してはすごく不安がありましたね。逆サイドのね、あの酒井選手に出したパス、あそこはですね、酒井選手の上がりもちょっとね、あのあとちょっと前の方が良かったですし、タイミングも良くなかったですけど、ただですね、原口選手の発想は良くて、そこにですね、ちょっと前になりすぎてるっていうか、そういう長いキックの精度、これ昔から結構原口選手の課題らしいんですけれども、調べたら。なんでですね、そういうところの長いキックの精度と、あとあの、浅野選手がね、オフサイド取られた折り返しのボールを押し込んだシーンとか、そういうところのね、一個一個のね、成長があったら、ドイツでね、もっと得点取っていけるのかなっていうふうに思いますし、日本代表でもね、不動のスタメンになれるのかなって思います。ただですね、それをですね、補ってあまりある守備の強度、インテンシティと、切り替えの速さ、運動量、そして魂がありますよね。自分が絶対決めてやろうっていうような動きしてましたし、それにですね、戦術理解度が高かったです。外にいてほしいとき、中にいてほしいとき、ドリブルで仕掛けて時間作ってほしかったりとか、横幅作ってほしいときとか、そこの判断素晴らしかったと思いますね。なんで僕は浦和の頃のプレーとか知らないんですけれども、ね、ただのドリブラーだったのが、ここまで成長するかみたいな風に皆さん言ってたのも、納得できるような感じだったと思います。そして浅野選手ですね、動き出しのタイミングが全体的にずれてたりとか、プレーのチョイスがそっちパス出すんだとか、そこ下がってきちゃうんだとか、ただですね、あの1点を取った時に1点にかける思い、あそこでね、足出してきてる相手に対してヘディングでね、ボール前に出していくって、あれなかなかできるプレーじゃないですからね、あのですね、思いはすごい、これから海外に行って、あの動き出しとか学んだりとかするでしょうし、ね、あの思いがなんかこれからね、成長していきたいんだなっていうところの表れだと思いますんで、ぐんぐん伸びると思います。ただね、なんか顔的にも、やるプレー的にもすごいいい人そうなんで、そこでね、向こうでね、あの、サイズ的にも、あの、マッチョ具合的にもアグエロみたいになってほしいんですけど、アグエロはね、性格悪いところがね、得点取るのにいい方に出てるんで、浅野選手こう譲っちゃったりとかしないかなというふうに思いますね。もっと自分で突っかけてもいいなとかいうね、サイドでのシーンとかありましたんで、なんで浅野選手のね、あの本田選手のアシストミスになったシーンみたいに、あの体の使い方だったりとか素晴らしいと思いますんで、今後期待しましょう。武藤選手もっと早く見たかったですね。で、あのクロスの入る展開で見たかったですね。後ろが疲れてきてるのもあって、で、あのタイの選手もですね、前が戻ってこないのもあって、結構なんか殴り合いみたいな展開になってたんで、あの宇佐美のドリブルが生きるっていうのはあったんですけど、そことのコンビネーションだったりとか、外からクロスとかでゴール前に入れるところをですね、武藤選手にもっと作ってあげたかったなって感じでしたね。で、宇佐美選手なんか結果を残そうっていう意気込みがすごい伝わってきましたね。あのカットインからのシュートでパターンは一緒だったんですけどね、あそこで1点でも入れれたらね、あの状況でスタメンを取るために頑張れるのは宇佐美選手あのプレーなんで、やっぱね、リベリ仕込みだなっていう、お前が点取んなかったらここに居場所ねえぞっていう風にね、バイルのこれ言われた、そのプレーだなという風に思いました。ただですね、あの宇佐美選手の場合はやっぱ守備面の改善が必要なんですね。ハリルホジッチの場合、やっぱ横スライドのこの移動、相手のボールがサイドに出た時にサイドハークとサイドバックとボランチでこう囲い込む守備、今回もやってたと思うんですけど、あそこでですね、宇佐美選手スライドがちょっと遅れてですね、中盤にスペース作っちゃったりとか、そういうですね、戦術的規律がこう染み込んでない選手なんで、まあガンバ大阪でフォワードやってるのもありますしね、なんでそういうところでウイングだったりサイドハーフのポジションで使うのはちょっと不安だなってところで、ドイツには戦術家の監督多いんで徹底させると思いますんで、そこが成長してね、あのドリブル力がスタメンとかでも使えるようになったらすごい楽しみですね。そして小林優選手、サイドから仕掛けさせるよりもですね、僕はポゼッションしてる時に使ってほしかったですね。特にあのブルガリア戦でしたっけ、外から中に入ってきて酒井宏樹選手がね、出てくスペース作ったりですとか、今回みたいに速攻でサイドで受けてそこから突破しろみたいな展開よりも、サイドバックがね、両サイド上がってきた時に中でのポジショニングだったりですとか、後ろからの組み立てでね、間に顔を出すとか、そういうところで、見たい選手でした。まあ、というわけで次の動画もお楽しみに。バイバイ。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。下のもっと見るの楽曲のところからは僕のいろんな曲が聴けますんで、ぜひ